カテン僧族は、イラクサ科の族の一つ。多年草。歯にヘイがあり、誤生する。同家の水族に似るが同族は、歯が耐性し、本族は誤生する。同家では、イラクサ族やムカゴイラクサ族の種のように義酸を含む、指紋があって、触ると痛みを感じるものがある。本族にもごく短い指紋状の剛毛があるが、触っても痛くはない。 花は小型で、単性、雌雄同種、または、異種で、お花序女には、花柄があり、メ花序女は、無柄で溶液につく。有花皮片は4から5個、花皮片の背面に横になった隆起がある。雄髄も4から5個あって、花皮片と耐性し、つぼみどきに花糸が内側に曲がり、開花時に急速に伸びて、その弾力で花粉を飛ばす。メス花皮片は4個あり、小さく。 その先端に1個の小さな合毛がある。果実は長大円形の痩せかで、こなすとすぐに落ちる。3種があり、日本、朝鮮半島、台湾、中国大陸、ベトナムに分布する。3種とも日本に分布する。和名、家天草属の家天草は、牧野富太郎は、現著、新木屋日本植物図鑑において、カテン草は意味不明。としている。一方、 山谷、名前図鑑野草の名前の著者の高橋は、花転送の意で、尾花の花粉は小さくて、まるで花が天のように見える。それで、花転送、としている。俗名、ナノフホニドは、ギリシャ語で、ナノスクニドからなる語。ありがとうございます。